はい、今回ご紹介させていただきますのは愛媛県伊予郡砥部町のビルダーさんですね、木田ウクレレワークスさんによるハワイアン小技を用いた、コンサートモデルですね。こちらご紹介させていただきます。人気が急上昇しつつある、この木田ウクレレワークスさんですが、以前から入荷した際にいろいろご紹介させていただいておりますが、コンサートウクレレを制作いただきました。こちらボディにはハワイアンコア材を用いておりますね。一応 3A グレードという形で作っていただいておりますが、かなり綺麗でかなり木目も出ていてですね、非常に美しいコアの単板となっておりますね。この美しい木目の中にですね、アバロンのロゼッタが光っておりますね。で、今回はですね、特別にピックアップをつけていただきました。で、ヘッドの付け板にもハワイアンコア材で、こちら木田さんのロゴになりますね。この山のマークがですね、非常におしゃれなものとなっておりますね。で、搭載のペグは五等星 UPT ですねを採用しておりまして、根っこはアフリカンマホガニー材ですね。今回シワントブリッジにはマッカーサーエボニー材を用いていただいておりますね。指板上のポジションマークも、アバロン外で、装飾しておりますね。なかなかピックアップ付きの、コンサートサイズなので、あらゆる場面で使いやすい、モデルになっておりますね。まあ、外観も非常に美しいですし、このモデルはおすすめですね。まあ、結構木田さんのコンサートモデルは結構音的には結構柔らかい感じになっておりますので、搭載の弦はカマカのブラックナイロンになりますので、だいぶこう角の取れた音のニュアンスになっておりますが、結構ピックアップ付きのウクレレでナイロン弦にする方って結構多いと思うので、アンプから出力した際もカンカンなりすぎずいい感じになってくれると思います。まあ、ピックアップ搭載モデルですけれども、普通に生で弾いても気持ちのいいサウンドになってくれますね。柔らかいニュアンスながらも結構こう音が前に出てくれる、やっぱサウンドに仕上がっておりますね。すごいこう装飾であまり飾ってない感じも、木目を生かしたこうかっこいい外観に仕上がっておりますので、なかなかこれはおすすめですね。こちら搭載のピックアップはですね、フィッシュマンの AGUKE っていうこうピックアップになりますので、アンプにつなぐだけで出力できる、そういうピックアップになっておりますね。電池の交換必要ないすぐ使える、ピックアップですね。木田さんのウクレレでピックアップ付きを作っていただくのは初めてなので、まあ、コンサートサイズですしね、非常に使いやすいサイズですし、美しいハワイアン小技を用いてビルダーさんのクオリティ でなおかつピックアップもついている中ではかなり手の出しやすい価格のモデルでもあるかなと思いますので、まあ、あとやっぱなんといっても木田さんのウクレレはすごく弾きやすいので、まあ、ハイポジションの方もそうですし、とにかくこう抑えやすくて弾きやすいっていうところもまた魅力ですね。あとやっぱこのシバンブリッジにエボニー材を用いてるっていうことで、まあ、ローズウッドを使ったモデルよりも、まあ、結構音の輪郭というか伸びが結構はっきりしてる感じではあるので、そこもまたおすすめポイントですね。まあ、日本人の職人さんによるですね、コンサートサイズのウクレレ、お探しの方はですね、ぜひぜひご検討いただければと思います。